始めるか、囚人。手加減は無用です。まあそんなことを考える余地はないとすぐにわかるでしょうが。では歯を食いしばれ、行くぞ。そうか、こいつらはまさか戦うのか。それこいつらはヤバい。なぜか我が輩わかるんだ。さま、見た目で侮るな。間違いの強敵だぞ。さま、ジョーカー、カレーだ。よし、そろそろ降参を口にしたいですか。ま、言ったところで返さないがな。元より全力を見極める検査、倒れるまでは付き合っていただきます。ほら、ジュスティーヌ、ようやく調子が出てきたか。ええ、体が温まってきました。単なる検査だけでなく少しは楽しめそうです。ジュスティーヌが珍しく乗り気だぞ。我らの期待を裏切るなよ、囚人。そら、そうです。
よし。まだ倒れないとは。これは少し驚きました。同感だ。なかなかいいぞ囚人。さすがに我らの主が目に留めた存在、少し本気を見せてもいいかもしれませんね。地獄はここからだ。では行くぞ。どうだ。力じゃない。どうやら手加減が無用なのは我らも同じだったらしいな。期待以上だ囚人。ここからは我らも完全に全力だ。これなら見えるかもしれない、秘められた本当の。
地の従者たる我らと互角、いやもしかすると100億に1つがまさか起きるのか。これならばジュスティーヌ、聞きなさい囚人、全ての力を尽くした果てに必ずや示してみせなさい。あなたが何者なのか、そして我らが何者なのかを。ジュスティーヌ、お前、さあ全力で来なさい。どうだ。の屈辱のはずなのに、何か吹っ切れたような晴れ晴れとした気分だ。はあ、またお姉様たちに叱られるな。力を司る者なんて言って、所詮は全てを測れるわけではないってことだな。お姉様、力を司る者。カロリーヌ、あなた今、どうした、おかしなことを言ったか。囚人、あなたとの約束を果たすべき時が来たようです。我々の恥ずかしい秘密。えっ、その話残ってたのか。実は我々は時折、自分が自分でないような、本当の自分が別のどこかにあるような、そんな奇妙な不安定感を覚えることがあるのです。え、囚人を真っ当な構成に導くべき看守が自分の正しさに疑念を感じている、こんな恥ずかしい笑い草があるでしょうか。なんだそんな話。カロリーヌは羞恥を感じないのですか。何の話だと思っていたのです。もしや初めてペルソナ合体をやってみせたとき、見た目が怖すぎて後で自分も半べそだった話とか。うわ、囚人を怖がらせるポーズを密かに練習しているのに、いざ対面すると照れくさくて一度もできてないとか。やめろ、心が、あなたに敗れ
膝をついた時、わずかですが何かが見えたのです。そして確信しました。あなたに更生という目的があるように、我らにも何か果たすべき目的があると。我らの目的は主に仕えることだろう、監視としてな。ならばそれと全く関係のないこれがある理由をどう説明するのです。それは主人、特別検査の結果を伝えておきます。今のあなたの総合力を言葉にするなら、全ての人の魂を救うものといったところでしょうか。そして今日の勝利の記念に、このしおりはあなたに譲りましょう。礼など、むしろ私は自分の都合を押し付けているも当然なのに。こうしてあなたとつながりを持ち続ければ、いつかきっと我らも真実にたどり着ける、そんな気がするのです。やれやれ、黙って宿題を一つ増やしてしまうとは。まあ主には黙っておくさ。お前の秘密ということにしておいてやるよ。というか、お前がバラした秘密の話って私のばっかりじゃないか。不公平だ。たく、私ですか。私は最近この囚人が長く訪れないと、なんというか待ち遠しい気持ちになります。よくわかりませんが、これは人間の尺度に照らすと面と向かって告げるのがはばかられるような、そんな感情のような気がします。カロリーヌも多分同じだと思います。ノア、知っておいてもらえればいいのです。あ、当然ここだけの秘密ですよ。いいですね。しゃべるな、秘密と言っただろうが。まあいい、この話はここまでだ。そうですね、職務に触りそうです。我らはいつものあり方に戻る。特別検査は今回限りだ。まあ今後はこれまでとは違う思いで貴様を監視することになりそうだが、だからこそ今まで以上に厳しくいくぞ。覚えておけ囚人。